大家好，我是大姐。我曾经遇到不少队员学习者，大家最常讲做的队员，我觉得是这个形容词或动词后面多余的 no， 这是把中文直接翻成队员的一个说法。好吃的汉堡，美味しいの汉堡が。新的歌，新しいの歌。我买的鞋子，私が買ったの靴。好玩的地方，楽しいの場所等等。中文的不是完全日文的 no。如果你常常不小心讲错的话，就跟我一起来练习吧。我们先复习一下。形容词有两种，对，一形容词跟那形容词，高い、美味しい、大きい、静かな、簡単な、便利な。一形容词直接不加 no 就好了，美味しいラーメン、高いビール。大きい犬。那形容词的话，不是静かなの，也不是静かの，是静かな。静かな場所，簡単な問題，便利な機能。然后动词的话有点难，单纯的动词加名词的话。不要加 no。我买的鞋子，私が買った靴。他在穿的衣服，彼が着ている服。我觉得动词加名词这个句型大家最常讲错的，所以这个注意一下。然后名词化。的话就可以加 no 啊 no 啊。我喜欢吃，私は食べるのが好き。学英文很开心，英語を勉強するのは楽しい。嗯，大家应该知道这些规则，那就练习一下。納豆很好吃。納豆は美味しいです。我没吃过好吃的納豆。美味しい納豆を食べたことがないです。不要说美味しいの納豆。这个问题很简单。この問題は簡単です。可以用簡単的方法来解决。簡単な方法で解決できます。他很有名。彼は有名です。他是在日本最有名、最帅的演员的其中一个。彼は日本で最も有名で最もかっこいい俳優の一人です。应该是小栗旬吧。我买的新包包很可爱。私が買った新しいバッグは可愛いです。我买的新的小包包很可爱。私が買った新しい小さいバッグは可愛いです。新しくて小さいバッグ。
也可以。我昨天看的电影很有趣。私が昨日見た映画は面白かったです。我刚刚讲的内容。私がさっき言った内容。私がさっき言った内容。被蚊子咬的地方很痒。蚊に刺された場所がかゆいです。我昨天吃的蛋糕很难吃。私が昨日食べたケーキはまずかったです。今天天气很好。今日は天気がいいです。或是今日はいい天気です。天气不好的时候，我不想出门。天気が良くない時は出かけたくないです。又贵又难吃的料理。高くてまずい料理。我想去的国家是美国。私が行きたい国はアメリカです。洛杉矶的物价很贵。ロサンゼルスの物価は高いです。我爸爸的弟弟的第二个的女儿是律师。お父さんの弟の2番目の娘は弁護士です。这样名词加名词要用の。我喜欢很高的地方。私は高いところが好きです。好，大家辛苦了。今天我想跟大家说的事情就是，中文的的不是完全低文的 no， 大家可以重复看看来练习哦。那今天的影片就到这边，如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅。インスタとフェイスブックもフォローお願いします。下次见，拜拜。はい。今回のこのの、美味しいの店、昨日買ったの靴、こののは本当によく聞く間違いですね。 N1、N2 を持ってる人でもこうよく間違えてるなって思います。それで日本人の友達も多分そこまで注意しないと思うんですよね。あ、今そこ間違ってるよってあんまり言わないと思います。その、意味はわかるので。でもやっぱりちゃんとそういうところも直さないともっと上手にはならないと思うので、皆さんしっかり間違えないようにしましょう。